皆さんおはようございます。これより本会議を開きます。本日の議事は議事日程第8号により進めることにいたします。日程第1、議案第35号から議案第50号までの議案16件および請願第1号を一括議題とし、これより各常任委員長の報告を求めます。はじめに環境福祉委員長長作邦夫議員、委員長長作議員、おはようございます。環境福祉委員会に付託されました案件の主な審査の経過並びに結果の報告を申し上げます。はじめに議案第35号平成28年度松阪市一般会計補正予算第4号のうち、歳入と歳出第2巻総務費、第1項総務管理費、第15目交通安全対策費から第19目諸費、第3項戸籍住民基本台帳費、同第3巻民生費、同第4巻衛生費、第1項保険衛生費、第12目水道費を除く繰越免許費補正、第2巻総務費、第3項戸籍住民基本台帳費、第3巻民生費、第4巻衛生費、債務負担行為補正、地方債補正についてでありますが、総務費に関しまして、市が管理している防犯灯の LED 化はどのように進められているのかとの質疑に対し、松阪市で管理している防犯灯は、嬉野地域振興局管内に771灯、三雲地域振興局管内に70灯、飯南地域振興局管内に86灯あり、5年計画で LED 化修繕を進めているところで、本年度は2年目となっているとの答弁。マイナンバーカードの交付を受ける必要はないのではないかとの質疑に対し、マイナンバーカードは運転免許証等を持っていない高齢者にとって公的機関が発行する身分証明書となる。また今後導入予定のコンビニでの証明書発行の際に活用できるとの答弁がありました。次に民生費に関しまして、生活困窮者住居確保給付金支給事業費の大幅な減額の理由が実績件数の減とのことだが、どのような状況であったのかとの質疑に対し、平成27年度は10件の実績で、平成28年度は20件の予算を計上していたが3件の実績件数である。これは離職してから2年以内に申請しなければならないと厚生労働省の基準がかなり厳しいことによるものであり、相談件数は34件であったが、申請件数は5件、決定件数は3件となったものであるとの答弁。臨時福祉給付金の支給件数の減の理由はとの質疑に対し、高齢者給付金については支給率が 96% であり、臨時福祉給付金については 85% で、確定数字ではないが三重県下でも全国的にも支給率は上の方である。なお対象者の一部には手続きが面倒といった理由などで申請をされなかった人もいるとの答弁。申請しにくい部分については国県等に意見として伝えられたいとの意見。私立保育園施設整備補助金の国補助事業から県補助事業への変更の詳しい内容はとの質疑に対し、私立保育園施設整備に対しては補正前補正後ともに補正対象事業費が定められており、その4分の1は設置者が負担するということになっている。当初は補助率2分の1の国庫補助金を見込んでいたが、県の補助事業が活用できることになり、補助率も3分の2であることから補助が増え、市および設置者にとっても有利なものに変更になったものであるとの答弁があります。次に衛生費に関しまして、以前はゴミの分別収集が活発で市民も協力してくれていたが、昨今はこの取り組みが減少してきているように見受けられる。
このことが生ごみ堆肥化容器等購入補助金や資源物集団回収活動補助金の申請の減に影響していると考えられるが、今後はどのような展開を考えているのかとの質疑に対し、ごみの分別については特にプラスチックの分別について啓発を行ってきた、啓発は重要と考え、今後も外国人を対象とした出前講座も含めてごみの出し方の説明を行っていくとの答弁。資源物集団回収活動費活動補助金500万円の減の要因は、との質疑に対し、資源物 回収を行った団体に対し団体補助金を出す制度であるが、インターネットなどの普及により新聞雑誌等の発行部数の減少や資源物回収を行うスーパー等の店舗が増えてきたことが要因と考える。この補助金については自治会のまちづくり資金にもなるので、今後も自治会とともに取り組んでいきたいとの答弁。環境影響評価委員会における環境アセスに基づいた審議会が3回の開催予定が1回になったが問題はなかったのかとの質疑に対し、白井さんの風力発電にかかる環境アセスについて大きく5段階のうち今2段階目の環境の方法書という手続きになっている。県知事に対して市長の市長意見の提出が平成29年1月の予定であったため、短期間のうちに審議会を開催する必要があったことから、平成28年12月21日に環境影響評価委員会を開催し、中身について集中的に審議を行った。その後市長の答申を受け、市長意見を知事に提出し、環境アセスにかかる手続きを取ることができたとの答弁がありました。続いて討論に入り、委員よりこれまでマイナンバー制度に関して反対をしてきた個人番号カード交付事業が含まれるこの補正予算には反対するとの発言があり、採決の結果挙手多数可決すべきものと決定いたしました。次に議案第37号、平成28年度松阪市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号についてでありますが、国民健康保険税の歳入が4674万8000円の減額となる理由が徴収実績による見込み減とのことだが、収納率は前年度と比較してどうか、また滞納は何件くらいあるのかとの質疑に対し、平成28年度は1月末時点で現年度分が 65.9%、 滞納繰り越し分が 14.7% で、前年と比較すると現年分で 1.3 ポイント滞納繰り越し分で 1.8% の増となっている。また滞納者数は平成28年度決算では6892名、滞納件数は13万3239件であったが、平成28年度についてはまだ数字が出ていないとの答弁。保険税については平成28年度はいくら上がったのかとの質疑に対し、平成28年度は税率改正はしていないが、課税限度額についてのみ4万円引き上げているとの答弁がありました。続いて討論に入り、委員より平成28年度は保険税の課税限度額が4万円引き上げされている、このことが市民への負担増につながっていることは間違いないので反対するとの発言があり、採決の結果挙手多数原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第38号、平成28年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算第3号についてでありますが、総合事業をモデル実施して5ヶ月が経とうとしている、現場の事業所も戸惑っていると思うが現状はどのようなものかとの質疑に対し、サービスについては利用者にとって安価な1回あたりの単価を利用できるメリットもできた、制度が複雑なため事業所からの問い合わせは多い状況であるとの答弁。月額単価から1回あたりの単価になることで
事業者にとっては減収になるとの意見がありました。続いて討論に入り、委員より松阪市は総合事業を平成29年4月から実施していくにあたり、平成28年11月に現行相当サービスと緩和型の通所型サービスをモデル事業として実施した。現行相当サービス以上に基準緩和型は事業所へ報酬単価も低く抑えられていく、サービスの質の低下も心配される基準緩和型の導入には反対であるため、この補正予算には反対するとの発言があり、採決の結果挙手多数、原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第39号、平成28年度松阪市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号についてでありますが、後期高齢者医療保険料の歳入が2,139,900円増額する理由は付加額の増によるとのことだが、平成28年度は平成27年度より保険料が1人平均2226円上がっている。高齢者にとって医療費もある中で保険料を払えない状況の人にどういう対応をしているのかとの質疑に対し、1人の負担は平均で2226円上がっているが、低所得者には法定軽減を適用している、どうしても納付困難な人には窓口や訪問により実情を聞き取った上で分割納付などの方法を説明しているとの答弁、保険料負担も上がり高齢になればなるほど払いにくく相談もできない人がいる、そういう市の実情を広域連合に伝えているのかとの質疑に対して、毎年広域連合から国へ高齢者の実情を踏まえた制度に関する要望を行っているとの答弁、現年分保険料歳入で特別徴収が減額補正、普通徴収が増額補正であるのはなぜかとの質疑に対し、年金からの特別徴収できるのは介護と合わせて年金額の2分の1までであり、平成28年度は保険料率の改正もあり、今まで特別徴収できていた人が普通徴収へ変更になった人があると考えるとの答弁がありました。続いて討論に入り、委員より平成28年度保険料は1人平均5万1437円と高額になっており、特別徴収できない人がいる状況となり、本人に負担増になっていることから反対するとの意見があり、採決の結果挙手多数、原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第41号、平成28年度松阪市個別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算第1号についてでありますが、審査を行い採決の結果挙手全員、原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第47号、平成28年度松阪市民病院事業会計補正予算第2号についてでありますが、1日平均入院患者数、入院患者急性期病床数は減少しているのかとの質疑に対し、平成28年度の入院患者数の見込みは98,550人で、平成27年度決算の101,680人より3130人減少すると思われる、また急性期病床については減少していないとの答弁があり、採決の結果挙手全員、原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に請願第1号、白井山山頂付近の私有地への風力発電施設建設を承諾しないよう求める請願についてでありますが、審査を行い採決の結果挙手全員、原案通り可決すべきものと決定いたしました。以上、環境福祉委員会に付託されました案件の主な審査の経過並びに結果の報告を終わります。
次に文教経済委員長今井和久議員。委員今井議員。文教経済委員会に付託されました案件の主な審査の経緯か並びに結果のご報告を申し上げます。はじめに議案第35号平成28年度松阪市一般会計補正予算第4号のうちの歳入と歳出第5巻労働費同第6巻農林水産業費同7巻、商工費同10巻教育費同11巻災害復旧費第1項農林水産業施設災害復旧費繰越免許費補正第6巻農林水産業費第7巻商工費第10巻教育費の地方債補正についてでありますが、農林水産業費に関しましてアライグマ対策の捕獲実績はまた生育実態は把握できているのかとの質疑に対し、市民への周知もある程度進んできており約190件の相談があり60頭の捕獲実績である。生育についての調査はできていないが極端に増えていることはないと考えており、猟友会とも協力しながら農産物の被害軽減に努めていきたいとの答弁。鳥インフルエンザ防止対策の増額理由はとの質疑に対し、鳥インフルエンザはいつ発生するかわからないので小石灰の購入について当初予算でも計上していたが、昨年12月に明和町でまた1月には岐阜県で鳥インフルエンザが発生し風評被害を防ぐためにのさらなる支援として小石灰を配布したため増額となったとの答弁。携帯育成支援補助金の改元と気候集積協力補助金の大幅な減額の理由は他に代わる事業はあるのかとの質疑に対し、携帯育成支援補助金は代替として担い手確保経営強化支援補助金により補助している。気候集積協力補助は制度改正により減額となっており、代替案はないが国といや県とも協議して市として集積に関する施策を進めていきたいとの答弁。有害鳥獣の捕獲が減少しているが漁師が減っているのかとの質疑に対し、漁師や森林の林業の方から有害鳥獣の数が減少している印象があると聞いていることや、昨年5月の伊勢志摩サミット開催時に警察から銃の使用自粛の要請があったことなどが減少となった理由ではないかと分析しており、漁師の減少ではないとの答弁。カワウ対策事業の捕獲数減少理由はとの質疑に対し、漁師の印象ではあるが飛来数自体が減っていると感じていることや、銃で捕獲したものの川に落ちて回収できないことがあり実績には現れていないものがあるため減少となったのではないかと考えているとの答弁がありました。商工費に関しまして、商店街空き店舗等出店促進補助事業費と豪商の町店舗改装支援事業費の減額の経過はとの質疑に対し、商店街空き店舗等出店促進補助事業費は5件を想定していたが申請が4件でそのうち1件が辞退され3件の採択となった。また豪商の町店舗改装支援事業費は7件を想定し6件の申請のうち1件が辞退され5件の採択となったことによりそれぞれ減額となったとの答弁。都市間交流事業の目的と成果はとの質疑に対し、松阪市と交流のある都市間において交流人口や総合の活性化を促進するためにイベント等を通じて連携を図り最終的に地域の活性化につなげていくことを目的としている。ベトナムのホイアンと交流協定を結んだことにより伊勢志摩サミットのアウトリーチ国としての松阪市にお越しいただき友好交流会を持つことができたことや、市長がベトナムを訪問し
フック首相との面談する中で、今後の観光や経済交流の増加を合意することも、合意を得ることもできた。また、木綿シンポジウムの開催や、松坂木綿の関係者がホイアンを訪問するなど、民間の総合交流が進んだことなども成果であるとの答弁。交通施策バリアフリー化、設備整備補助金の大幅な減額理由は、との質疑に対し、松坂駅構内で JR 東海と近鉄がそれぞれバリアフリー化の設備整備を行う予定であった。JR 東海は予定通り整備できたが、近鉄は国庫補助の内示が年度内に受ける見込みがなくなり、整備を29年度に先送りしたことにより、本市からの補助金を減額したとの答弁。産業経済人交流事業の経過は、また開催後のアンケート調査などは行っているのかとの質疑に対し、東京では39社53名、大阪では39社54名、名古屋で30社42名の参加があり、アンケートにより7割から8割の程度の参加者に満足度を得ていただいていると把握している。また市長が市の概要も含めプレゼンテーションを行っており、松坂市を知っていただく貴重な機会であったと考えているとの答弁。企業との重要な交流機会であると思うので、相手のニーズをしっかり把握し次年度につなげてほしいとの意見がありました。教育費に関しまして、高等学校大学入試援助金の減額理由はとの質疑に対し、試験民税非課税世帯の保護者の経済負担を軽減することを趣旨に行っており、例年50件程度の申請件数であるが、28年度は39件の申請があり、認定したものが23件であったため減額となったとの答弁。非課税世帯の進学希望者が減少しているのかとの質疑に対し、著しく減少しているような状況は起こってないと考えているとの答弁。幼稚園は休園などにより園児数は減少していると思うが、非常勤職員の状況はとの質疑に対し、公立幼稚園は20園64学級で運営しており、113人の職員を必要としているが、正規職員が56人で、残りを非常勤で補っているとの答弁。学校給食単独調理場の非常勤職員が減った理由はとの質疑に対し、小学校単独調理場には、児童数の規模により2名から6名の調理員を配置していたが、児童数の減少により配置人数を1名減らしたとの答弁があり、採決の結果、挙手全員可決すべきものと決定いたしました。次に議案第36号、平成28年度松坂市競輪事業特別会計補正予算第2号についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第42号、平成28年度松坂市農業集落排水事業特別会計補正予算第2号についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。以上、文教経済委員会に付託されました案件の主な審査の経過並びに結果の報告を終わります。以上。長崎議員。すみません、先ほどの、環境福祉委員会の報告の中の請願第1号の報告で、審査の結果、挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしましたと申し上げたんですけども、挙手全員原案通りを削除していただき、可決すべきものを採択すべきものと訂正をお願いしたいと思います。えらい申し訳なかったです。お願いします。お聞きの通りでございます。ご了承いただきたいと存じます。次に、建設水道委員長中村芳子議員。中村議員。建設水道委員会に付託されました案件の主な審査の経過
並びに結果のご報告を申し上げます。はじめに議案第35号平成28年度松阪市一般会計補正予算第4号のうち歳入歳出第4巻衛生費第1項保険衛生費第12目水道費同第8巻土木費同第11巻災害復旧費第2項公共土木施設災害復旧費繰り越し免許費補正第8巻土木費第11巻災害復旧費地方債補正についてでありますが、道路台帳整備委託事業の契約締結日はまた契約差金を最終補正まで調整しなかった理由はとの質疑に対し、平成28年6月30日に契約をした道路台帳整備は開発などによる新規認定道路や道路の改良等で現状に変更が生じた場合、道路台帳や GIS 地図台帳を整合する業務であり、年度途中での変更等も考えられることから最終まで確保したためであるとの答弁。浸水対策費の大きな減額補正理由は、また落札率はとの質疑に対し、節別で整理すると委託費は予定していた用地測量面積が図面上より実測が減となったこと、工事請負費は前の日た排水路の工事延長が25メートル減少したこと、および量子ポンプ場排水管の腐食により交換する管路延長を外管から 9.5 メートルと見込んでいたところ、内面調査の結果その管路延長が 2.5 メートルで済んだこと、公有財産購入費は前の下排水路用地の土地鑑定評価額の想定と確定の差分及びナコスポンプ場管理地の用地買収が進まなかったこと、保証費は久保排水路改修工事で移設が必要と思われた水道管の移設が生じなかったこと、これらが主な要因である。落札率は工事で 84.5%、 委託で約 74.5% であるとの答弁。都市計画審議会、景観審議会、建築審査会の回数日数が減少した理由はとの質疑に対し、まず都市計画審議会においては三重県が4回予定しており、それに連動させ予算計上しているものの審議案件が1つであった。次に景観審議会においては平成27年度から観光交流拠点の案件があったことと、28年度から29年度にかけて景観計画について検討を進めることから5回見込んだが調整に至らず1回の開催となった。また建築審査会においては建物を建てようとする敷地が建築基準法上の道路に接していない場合、交通上、安全上、防災上など支障がないかを審査する場で、例年実績から4回を予定していたが3回の実績となったとの答弁。報告案件だけになってしまう場合でも委員にきちんと伝わるように開催すべきとの意見。豪商の町松阪中心市街地土地利用計画作成事業の業務内容、業務目的である20年後のまちづくりの方向性を示すことができたのかとの質疑に対し、短期、中期、長期というスパンを見据えた中で公共施設の配置計画を作成し20年後のまちづくりの方向性を示したと判断しているとの答弁。豪商の町松阪中心市街地土地利用計画は公共施設の配置計画だけで、駅前区域においては何をしたのかとの質疑に対し、駅前がにぎわいを見せるよう複合施設を位置づける計画をしたとの答弁。駅前の複合施設を計画するだけにいくら用意しているのかとの質疑に対し、全体として契約しているので駅前の部分だけの費用は出せない
との答弁。委託費目にある地元説明会の支援の金額内容は、都の主義に対し松坂まちづくりネットワーク中央住民協議会大町住民鈴の家遺跡保存会への説明会平成29年2月18日の全体説明会を開催するにあたっての提出資料や説明するための手持ち資料の作成及びその打ち合わせや協議に関わる経費であるとの答弁。豪商の町松坂中心市街地土地利用計画作成事業委託料の減額は契約査金だけによるものかとの質疑に対し、当初契約時の査金での減と本庁舎及び7つの分庁舎の検討と建物調査の追加業務で変更契約した増を調整したものであるとの答弁。この委託業務において当初に業務内容の想定や設定についての説明がなかった中で計画通り履行されているとする答弁は全く不可解なものに思えるとの意見。全般的に見ると入札査金により減額されている事業が多いが最終補正でないと調整できないものなのかとの質疑に対し、国の交付決定額が要望額より減額された場合は市の要望額まで補正で対応ができないか県や国に働きかける、また市単独の事業においても現場で予定外の状況が発生する場合があるため予定額をとどめておきたいが今後の方向性としてはできるだけ11月補正で調整できるよう努めたいとの答弁がありました。続いて討論に入り、豪商の町松坂中心市街地土地利用計画作成事業費の委託金額と事業の実績内容が適正に反映されていないと考え反対するとの発言があり、採決の結果挙手多数可決すべきものと決定いたしました。次に議案第40号平成28年度松坂市簡易水道事業特別会計補正予算第2号についてでありますが、審査を行い採決の結果挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第43号平成28年度松坂市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算第1号についてでありますが、審査を行い採決の結果挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第45号平成28年度松坂市水道事業会計補正予算第2号についてでありますが、審査を行い採決の結果挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第46号平成28年度松坂市公共下水道事業会計補正予算第2号についてでありますが、審査を行い採決の結果挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。以上、建設水道委員会に付託されました案件の主な審査の経過並びに結果の報告を終わります。次に総務企画委員長松田俊介議員。松田議員。総務企画委員会に付託されました案件の主な審査の経過並びに結果のご報告を申し上げます。はじめに議案第35号平成28年度松坂市一般会計補正予算第4号のうち、歳入と歳出第1巻、議会費、同第2巻、総務費のうち第1項、総務管理費第15目、交通安全対策費から第19目、諸費、第3項、戸籍住民基本台帳費を除く総務費、同第9巻、消防費、同第12巻、交際費、繰越免許費、補正、第9
休館、消防費、債務負担行為補正、地方債補正についてでありますが、歳入に関しまして財政調整基金については今年度ほとんど取り崩しもなく、初めて基金残高が100億円に達するなど、財政運営面でどのように評価しているのかとの質疑に対し、今年度臨時的な支出がなかったことにより基金取り崩しもなく、臨時財政対策債の発行も抑えられた結果、財政の健全化は図られた。これは今年度に限らず財政の健全化を保ってきた累積の結果でもあり、今後は単年度ベースで財政収支の均衡を図り、さらに市が発展できるよう財政運営に努めていくとの答弁。次に歳出などに関しまして、 IT 推進費約4600万円減額の要因はとの質疑に対し、主に町内応援化推進事業における職員用パソコンリースの入札先による借り上げ料の減、並びにマイナンバー制度における自治体間情報連携に係る総合運用テスト業務委託料の精査による減であるとの答弁、マイナンバー制度のシステム開始における委託業者の選定はとの質疑に対し、住民情報などの基幹系システムとデータ連携の必要があるため地元業者と契約しているとの答弁、耐震シェルター設置事業補助金について当初予算では2個分80万円計上で、4月の熊本地震の影響により6月補正予算で25個分、1000万円を追加計上したが、最終的に約900万円減額で実績が6とであった。その理由はとの質疑に対し、熊本地震後問い合わせの件数に応じて補正をしたが、設置の段階において設置場所の部屋の占有面積や床補強などが要因で設置を断念せざるを得ない 実情があり、実績は6点とどまったとの答弁。地域防災活動推進助成金330万円から84万7千円と大幅に減額となっているが、要因はとの質疑に対し、想定よりも補助申請件数が少なかったことと、補助対象である資機材の修繕について軽微なものが多かったことなどによるとの答弁。定年外退職者6人の年齢層はとの質疑に対し、20歳代2人、30歳代1人、40歳代2人、50歳代1人であるとの答弁。産休等代替賃金減額について、育休から早期復帰した場合、当該非常勤職員の進退はとの質疑に対し、育休職員の復帰時期をあらかじめ把握し、復帰と同時に非常勤職員は退職となるとの答弁があり、採決の結果、挙手全員可決すべきものと決定いたしました。次に議案第44号、平成28年度松崎市ケーブルシステム事業特別会計補正予算第2号についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第48号、松崎市議会の議員の議員報酬及び費用弁償などに関する条例の一部改正についてでありますが、本市において法人税が減っているにはかかわらず、報酬審の答申では、地域経済の状況は回復基調にあるという景況感が示されているが、理由はとの質疑に対し、委員として経済状況を分析する研究所の職員や経営者がいる中での意見であり、法人税の減収については個別の大手企業の影響により左右される現状があるとの答弁がありました。続いて討論に入り、委員より今の経済状況から特別職において決まった手当を引き上げる必要がないことから本案に反対であるとの発言、議員報酬並びに決まった手当引き上げに反対であることから本案には反対であるとの発言があり、採決の結果、挙手多数原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第49号、松坂市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでありますが、副市長退任後の参与の具体的な職務はとの質疑に対し、現職務の継続を基本とし、東京を起点に任務に当たるとの答弁があり、採決の結果、挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。
次に議案第55、松阪市市長、副市長および教育長の給料、旅費等に関する条例の一部改正についてでありますが、審査を行いました。続いて討論に入り、委員より今の経済状況から特別職において決まった手当を引き上げる必要がないことから、法案には反対であるとの発言があり、採決の結果、挙手多数、原案通り可決すべきものと決定いたしました。以上、総務委員会、企画委員会に付託されました案件の主な審査の経過、並びに結果の報告を終わります。以上で委員長報告を終わります。これよりただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。はい、これにて質疑を終わります。これより議案順に議員間討議討論採決を行います。なお議員間討議の通告は議案第35号および議案第45号にございましたので、あらかじめご報告いたします。また議員間討議は自席でお願いをいたします。はじめに議案第35号平成28年度松阪市一般会計補正予算第4号について議員間討議を行います。通告に従い発言を許可いたします。18番海重常幸議員。はい、18番海重常幸議員。海重常幸議員よりあらかじめ資料配布の申し出がありました。松阪市市議会会議規則第105号の規定により議長において資料配布の許可をいたしましたので、ご了承願います。ただいまから資料配布をいたします。議案第35号一般会計補正予算案、豪商の町、のですね、豪商の町松坂中心市街地土地利用計画作成事業費の委託費の精査について、議員間討議を提起いたします。ですね、この補正はですが、補正はですね、当初の1532万円を1462万1000円とすると予算説明資料にはございます。これは入札先によるものとの説明でございましたが、より厳密に見てまいりますと、当初の契約価格は1325万1600円、それに、新庁舎整備検討36万6450円、建物等の調査149万9918円が加わった数字となっております。すなわち、当初の契約内容に関しましては、事業実施すなわち28年度の事業ですので、事業実施した上での、実績がすでに表されているわけですけれども、その実績はこの補正に何も反映されているものではございません。委託費の成果品はすでに12月22日に公表された素案でございます。これに素案にプラスですね、委託費の中に含まれている数字の中にはですね、地元説明会等を踏まえて行われるべき素案の見直しを含めた金額も含まれていますので、それを含めた総額とすべきであると、このように受け止めております。そして委託費用の内訳は、昨年4月の入札時の金額、これは予算に基づいて入札が行われておりますので、予算は1500万でしたが、入札ではまあ税込みで1300数百万円でありございました。その入札時の金額と、1年を経て、今年3月時点での実績踏まえた金額とでは当然に異なるはずでございます。事実、今
今年3月6日に作成されて建設水道委員会の方に提出を求めた資料の中には変更点も生じております。これは入札先ではございません。入札結果に基づいてその中から の事業実施を踏まえた変更の数字です。そうした変更点が生じているわけですが、28年度の、主要な成果品は素案でありますが、そこの人件費、素案に含まれている作成に含まれている人件費、のトータルが、最終的な補正の金額に反映されていなければならないわけですが、その正確な人件費が反映されているとは捉えることができません。成果品としての素案の内容は本会議の質疑でも指摘させていただきましたが薄いものです。松阪市が意図した、松阪駅を中心とした中心市街地約170ヘクタールの20年後のまちづくりの方向性を示しながら具体的な公共施設の配置、土地利用計画を地域住民のニーズを踏まえ実効性のある計画を作成、これが説明資料にもありますが、とは到底言えないことは本会議での質疑に対する長崎区智弘都市整備部長の答弁の中で、まあ、公共施設の再配置に偏った、そういう答弁せざるを得ないことからも本来の趣旨というものを目標、政策目標を、達成できる水準のものではなかったと、そのように捉えます。契約における特記使用書には、使用書に記載されない事項や疑義が生じた事項については市側と事業者、委託事業者ですね、双方で協議の上決定すると書いてあります。当初の趣旨と異なる、実際とか異なる点については協議の上変更する手続きを行って、そのことを踏まえた支払い金額をもって最終補正とすべきであると考えます。事実、変更された部分もございます。それは先ほど冒頭の方で説明しました、新庁舎整備検討、建物の調査という部分ですね。そういう部分は、加わった部分はございますけれども、果たして人件費という部分において、当初、昨年4月の契約段階のものと、今年3月に確定した、実績とでは、おそらく人件費の出具合が違っているはず にもかかわらず、そのあたりについては去年の4月と全く同じ数字が計上されています。したがってそういったことを含めた最終補正であるべきと考えます。13日の本会議でも実地調査よりも、既存の市保有資料を、まあ、散らばめたといいます、素案作りであったということは本会議質疑で指摘させていただきましたとおりでございますが、そのことについては今ここでは触れませんが、まあ、実績として最も分かりやすいというのが地元説明会の支援費664,300円、それについては質疑の後追加で得た資料がございますので触れておきたいと思います。その内訳内容ですけれども、先ほど委員長報告の中にもございましたけれども、地元説明会として業者が実際に参加、つまり人件費が発生する部分ですが参加しているのは2月18日の産業振興センターに行われた全体説明会のみでございます。他に地域団体を対象に4カ所で説明会が開かれておりますけれども、出席したのは市の職員のみでございます。したがってそこにおいては人件費は発生いたしません。先ほど委員長報告の中にはですね、まあ、委員会での答弁ですけれども、提出資料、説明会の提出資料であるとか手持ち資料の手持ち資料というのは職員が説明会に用意していくし資料の作成費が含まれている。したがってそこに、出席しなくても業者の方が出席しなくても作成に人件費は発生しますので、その人件費にかかっている分だという説明が、ございましたが、
その作成はですね、すでに、説明会とは別個に素案が公表される段素案 自体がそれであると考えます。公表された素案自体が説明資料である。それ以外に存在する説明資料とはパワーポイントによってプロジェクターで映し出されるものだけであろうと考えます。もちろん私自身が出席参加できているのは2月18日の全体説明会のみでありますから、どこでそこで他の小さな会場でどのような資料が公表されたのかは把握しておりませんが、そのように推測しております。他に、個別目的個別説明会のための資料が作成されたとは考えにくい。したがって委員会での答弁があった提出資料及び手持ち資料の作成費というのは、これは人件費がそれによって発生するとは考えられないと私の側では捉えます。したがって、成果品本体の素案のみである。これを見ても、全体額についての金額の妥当性を精査しなければならない理由は存在します。すなわち地元説明会66万4千円とあるが、それはほとんど発生していない金額。4名の方が、2月18日の全体説明会に出席して、それが66万4千円か。これは通常の市民感覚では納得できない数字でございます。そういった部分の実際と実績を踏まえた修正をもって最終補正すべきであるという、そのような指摘をしたいと思います。そしてちなみに特記使用書には、公共施設等の再配置の対象となる周辺住民等を対象として、個別説明会の実施支援を行うとともに、当該説明会の結果を踏まえた土地利用計画括弧素案の見直し、また全体説明会の実施支援を行うと書かれておりますが、これを大きく、業務を3つに分けると、まず第一が個別説明会の実施支援、第2がそれぞれの個別説明会の結果を、つまり住民意見を踏まえた素案の見直し、これが第2、第3に2月18日のような全体説明会の実施支援、この大きく3つの内容が含まれているわけですけれども、実際に、実施されたのは全体説明会の実施支援のみ、これが66万4千である部分です。そして公共施設の再配置の対象となる周辺住民等対象とした個別説明会と謳いながらですね、それは特記仕様の中で すべき事象になっているわけですね。項目に上がっているんですけれども、移転対象となった松坂公民館の利用者説明会は存在しておりません。行われていないということです。個別説明会がより重要な部分、より当事者がたくさんいる部分に対して全く行われていないという点、したがって、個別説明会の結果を踏まえた素案の見直しも行われていないということです。説明会が行われていない以上、素案は見直されません。66万4千の地元説明会の支援業務に含まれていながら実施されていない点を考えるならば、繰り返しますが、その66万4千という全体説明会の開催支援オンリーということになり、その金額の適費は問題であると言わざるを得ない、適正ではないと考えます。そしてさらに重要なことには、重大なことには、平成28年度の委託契約の中では素案の見直しが含まれております。先ほども述べましたが、見直しがあるんですね。その素案の見直しは、これは29年度の予定実施予定事業ではございません。28年度の内容なんです。
ところが素案は見直されていない。しかも素案の段階で市民にも説明していない段階で当初予算の中に福祉会館と松坂公民館の移転を前提としたそれぞれの施設整備費が盛り込まれてしまった。以上の点から28年度最終補正における豪商の町中心市街地土地利用計画作成事業費の妥当性を問いたいと思います。これを私からの議員間討議の提起とさせていただきます。以上です。はい、それでは討議はありませんか。はい、これにて、議員間討議を終わります。これより討論を行います。議案第35号について討論はありませんか。はい、海獣議員。先ほど議員間討議の中で申し上げました点と重複いたしますが、今回の補正予算は本来28年度当初契約をして、それから1年間の実施、その評価ということを含まれていない数値であるという点、委託契約というものは 100% 委託金をそのまま支出することを恒例としている、これまでの方法かもしれませんが、しかし実績というものが際立って4月の契約時点、つまり予定というものを考えたときと実際との乖離というものが明らかに証明できる場合、このことは補正としてやはり訂正しなければならないのではないかと思います。通常市の単独事業であるならば、市が直接実施する事業であるならば、例えば100万円予定した事業が実績において30万円しか実施されなかったら70万円減額補正しますけれども、委託の場合はそういう減額っていうのはできないのかどうか、そのことは松阪市の財政の健全化ということを考えてみた場合も、事業者と失礼、執行市行政とですね、事業者との間ではこれはパートナーシップを組んで事業を実施していくわけですので、一つの共同責任者としての一翼として、協議しながら適正に公費の支出というものを考えていくべきであるし、その責任を行政の側には、発注者の側には求められるものではないかと考え、今回の補正は単に入札査金と、それと明らかに新庁舎の建設に、新庁舎関連事業ですねにつながる部分2項目を計上したのみで、実績というものを、特に人件費が去年の4月の段階、明らかにこのようなことを実施を求める人件費が、具体的にたった、ちょっと見えにくいですけれども、1、2、3、4、5回しか説明会が行われていない内容で、しかも実際には1回だけです、委託事業としての人件費が発生するものは。であるのにもかかわらず、全く64,000円という4,000円の単位まで、全く4月と去年の4月と今年3月の、経過したにもかかわらず全く一緒のまま、計上してくるということは、補正予算に対する誠実な執行とは言えないと考え、今後のこういう委託事業の在り方
見直しを含めた問題点として提起する上でも、今回のこの補正予算案に反対する、その討論といたしたいと思います。以上でございます。他に討論ありませんか。久松議員。簡潔に、させていただきます。本補正予算でありますけれども、その中にマイナンバー制度の実施内容を含むものでありますので反対をいたします。他に討論ありませんか。はい、これにて討論を終わります。これより採決を行います。議案第35号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告通り決するに賛成の議員の挙手を求めます。ありがとうございます。挙手多数であります。よって議案第35号平成28年度松阪市一般会計補正予算第4号は原案通り可決されました。